吉田さん、人が何に価値を感じるかって本当わからないですね。ある人はヤシの木が素敵だなと思い、ある人は暴走族のワン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 って音がかっこいい渋いと思ったり、何なんですかね。私がね、菓子パンを食べてる動画をさっき上げたじゃないですか。さ、コメントを早速ついてるんですよ。で、私が見るところ、好意的なコメントがね、中国的なコメントですかね。菓子パン冷凍して大丈夫ですかみたいなことも書いてあったんですけども、私が食べる分にはいいんですけども、誰かにやれとはね、とても言えないですよね。パンっていうのは大体冷凍して、保存してあるんで、大丈夫だろうなとは思うんですけどね。パンとかケーキっていうのは、クリスマスケーキなんて1ヶ月ぐらい冷凍してありますからね、おせち料理とかもね。そう考えたら大丈夫なんじゃないかなとは思うんですけども、ただ誰かにそれをやれというのはね、なかなか進められないですね。いやー、でもね、こうやってずっと YouTube やってくるとね、意外なものがこうヒットしたりとか、これはすごいだろうと思うものがいまいち不発だったりとか、本当自分の思うようにはならないですね。でもそれでも楽しいですね、なんかね。何をやってもおそらく久保哲郎という人間に興味を持っていただければ、おおむね見ていただけるんじゃないかなと思いますし、チャンネル登録確かにね、1万4000人もしてくれてるんですけども、再生数20とか30とかありますからね。チャンネル登録も起きてますしね、逆に解除も起きてますしね、世の中いろいろですよ。本当にいろいろでございます。だからこそ、どんなテーマでもあんまり考えずに、どんどん YouTube アップロードしていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、ここまで今日もご覧いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。いってらっしゃい。